からのアンバーで、まずこう来て相手が入れてきたらバントして、で相手がディフェンスしてくるんで、そこ上から肩を押さえて横について上の手をグッと引いて肩に押さえたまんまステップオーバーしてバッて、でこっちの手で組んでるところを引いて頭の方に引いて回転しながら回していく。